皆さん、今日は農家を始めてそこそこ経ちました農家ダミゴルでございます。最初この私の大好きな歌シリーズということで、宮古晴美さんのそのなんだっけ、気持ち下手す、気持ち絶対なくすじゃんけん、気持ち下手すを浴びながら宮古晴美さんの歌を歌いたい。いやこの気持ちよさにあれですね、人間って流されていく、そういう気持ちを込めて杉になった人を